みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほこです。はい、ということで今回はね、今回はこちらのクリオのラッキーバッグを紹介していきたいと思います。はい、ね、こちらママが買ったんですけど、はい、ママはちょっとね、お顔が恥ずかしいということで、もう恥ずかしがり屋さんなんです。そうなんです。恥ずかしいんです。ということで今回はね、はい、私が代わりに紹介していこうと思います。はい。マジで私さ、クリアのパレットしか知らないんだけど大丈夫かな、こんな私が紹介しても。うん、あのね、中はね3点しか入ってないんですよ。はい、クッションファンデと、はい、あとハイライター、そう、ハイライト、はい、とあとなんか単品のアイシャドウみたいなやつが入ってて、はいはい、そう、あとでもなんか袋も入ってるみたいで、あ、ついてたね、なんか黒いなんか、そうそうそう、黒い袋も入ってるみたいで、一応それも使えるらしいです。はい、でドンキで買いました。しおちゃんとりみちゃんがね、お年玉でドンキでお買い物したので、ママもこれを買いました。お年玉、お年玉、ママにお年玉ない。出す方、出す方。で、はあのラッキーバッグは A と B と2種類あって、なんか若干色が、内容は同じなんだけど色が違ったんです。はい、でなんかね、中が入ってる、あ、中身は事前に分かってて、はい、でママ A を選びました。はい、はい、なんかピンク系だったね、あのアイシャドウはオレンジとピンクっぽいのだったんだけど、ピンクを選びました、はいはい、っていうかね、クッション、クッションファンデが A が良かったの、色が。なるほど。で、あのハイライターも B の方はママ持ってたのね。なるほど、そう、それはもう A しかない。なのでもう、まあ、あのアイシャドウは若干ピンクはちょっとママ使わないかなと思ったんだけど、はいはい、まあ、だってもう40過ぎだもんね。A になりました。しほちゃんが使うかもしれないよ、これは。結構あキラキラで可愛いやつ。まあ、いっか。あ、もうそこはざっくり切っちゃってください。どう？入ってます、ちゃんと。箱付きです。箱付き？箱付きです。ああ、そっか。じゃあ行きますね、はい。まず一番大きいのから。そう、これこれ。またママが映ってそう。どう？またどうすんさん。ここにいれば映んないよ。うん、まあ多分映んないと。ちょっとこれは、クッションファンでママが欲しかったやつですね。はい。あ、映った。ちょっと開けてみますね。はい。うわ、早汚い。これがママの言ってたクッションファンデでございます。はい。だからこのね、ピンクのやつ持ってなかったんですよ。本当だ、ピンクだね。はい。クリオのね、キルカバーグロークッションってやつ。これ取っちゃっていいの？え、それはママに取らせてください。それは別にあなた取らなくてもよくない？色を見せないと、ほら、色を見せないと。色はね、この03の色を見せないと。03番のリネンっていうやつです。はい、続いていきます。はい、あ、待って、ちょっと商品見えるようにしないと。やっぱね、おしゃれ、おしゃれ。最近クッションファンデが楽ちんで、今ね、レブロンのね、クッションファンデ使ってるんだけど、もうそろそろなくなりそうなので悩んだ。クッション、あのレブロンのね、クッションファンデをまた買おうと思ったんだけど、これをたまたま見つけたから、これだと 40% オフだからね、6400円が3800円になってたので、こっちにしました。あったね。はい、じゃあ次、ね、続いてはこちらです。あ、こちらもまた映るやつ。あー、また映る。カテカテが多いよね。こちらもね、ハイライトですね。これもね、有名だよね、このハイライトも。で、ゴールドのやつとちょっとピンクっぽいやつの2色があるんだけど、ママゴールドはもうすでに持ってるんですよね。こんな感じ。うわ、映る。あ、やばい、超映ってる。ママ？ママじゃない。部屋？部屋、部屋。ピンクですね、色が。あ、こんな感じで。ちょっとピンクっぽい感じの。はい。よかったね、ママ。ん？なんでフェアリーピンクっていう色です。このね、ハイライトもね、すごく綺麗なんですよね、クリオは。続いてはこちらの、あ、これ映んない、アイシャドウ。これはシングルアイシャドウですね。シングルアイシャドウっていうの？ん、
シングルアイシャドウって一色のやつ単品このね色はちょっとママ向きではないんですよ。ほんとママ向きでないね、うん、ちょっとほんとピンクで、でもねピンクっていうよりほんとなんていうの、しーちゃん手にこう出してみな、ほんと多分キラキラって感じの、うん、どうして荒れてるから嫌だどんな感じ、こんな感じ、ほらめっちゃなんかキラキラって、わかるかな、ここに塗ったんだけど映ってるかな、めっちゃねキラキラなんです、すごいキラキラでしょ、可愛い、すごいキラキラ、可愛いねこれ、可愛いよね、うん、しほちゃんが好きそうな色かも、はい、めっちゃキラキラするんですよクリオってね、可愛い、光当てたら分かりそう、うん、光ちょっと見づらいけど、はい、ほんとねキラキラが綺麗だよね、めっちゃ綺麗ですね、綺麗、うん、でしょ、はい、お母様、お母様はい、ということでね以上の3点でございます、はい、まだね、売ってるかもしれないんで、はい、皆さんもぜひ買ってみてください、ぜひ買ってみてください以上でございます、以上でございますはい、ということでそれではバイバーイ、皆さんもぜひ買ってみてください、まだあると思います、はい、あると思います、ドンキにドンキにドンキに大変申し訳ございませんでしたちょっと忘れてました、袋失礼しました、あ、袋もちゃんとそうやって入ってるんだね、すごい、なんかさ、袋の中にさ、うん、入ってんのかと思ってた、これが化粧品のすでに別にちゃんとついてるんだね、あ、すごい、すごい、え、結構もして今手キラキラとかやばいかもしれない、え、あ、まあしょうがないしょうがない、そんな感じで、え、結構しっかりしてない、あ、超しっかりしてる、かわいい、いいじゃん、私ちょっと黒い服だからちょっと分かりづらいけど、確かにこんな感じのね、うん、黒いなんかちょっと光沢のある家庭模様な感じで、ほんと光沢、うん、すごいね、高級感がある、ね、え、かわいいじゃん、いいね、いいと思います、はい、以上、すいませんでした、忘れて、すいませんでした、忘れて、以上です